こんにちは、青木です。今回はですね、ダイエット1年の結果ということでですね、また例によって体重とウエストを測って、であとは、まあ、簡単な振り返りというのか、ちょっと一言っていう感じの動画となっております。ではまず測定する方の動画からどうぞご覧ください。それでは、ダイエット1年の結果ということで体重を測っていきます。53.8。 それではですね、次はウエストを測っていきます。子供たちのいたずらによってメジャーをなくされてしまって、ちょっと古めかしいこんなメジャーしかないんですが、とりあえず測っていきます。67ですね。67です。というわけで、現在の体重が今 53.8kg、 それからウエストの方が67なんですが、実は半年前の結果と比べてですね、体重が 54.2 から 53.8 だから 400g しか減ってないっていうのと、あとウエストについてはもう 67cm で変わらずという感じでですね、もうほぼほぼ変わってないじゃないかっていう結果になっているんですが、一応ダイエット前、1年前のところからっていうふうに考えると、まあ、58kg だったのが、まあ、53.8kg っていうことで、まあ、4.2kg 減りまして、でウエストの方は 78cm から 67cm ということで 11cm ですね、という結果となっております。この春夏ぐらいはあまりダイエットを頑張れていなくって、で3つぐらいかな、もう2ヶ月ぐらい前に夫婦でオートミールを食べてみるっていう動画を出してるんですが、そっちの方で白米を、普段食べる白米をオートミールに変えて、まあ、どのぐらいその、まあ、体に変化があるのかみたいな、そういうところを見ていこうっていうやつをやってるんですが、今1週間のうち半分ぐらいはオートミールで食べれてるかなっていう、あと麺類食べちゃったりとか別のもの食べちゃったりとかしてて、でこちらの方もなかなか結果がしっかり出せてないかなっていう感覚はあるんですが、まあでも多分このオートミールに変えているのと、あとは最近ここ半年ぐらいの変化でいうと自転車によく乗ってるんですね。で大体自転車乗らない日とかまで全部平均して、で1日30分ぐらいは乗ってるかなっていう感じなんで、もう乗るときは1時間ぐらい乗るんで、だからそれもあってそこまでリバウンドはしていないんだけど、だリバウンドはしてないんだけど、かといって減ってもないみたいな、そんな感じの結果となっております。はい、あとはですね、この夏が終わったらまたちょっと涼しくなってきたぐらいで、まあ、例のカイロダイエットですね、あれを始めて、もうちょっとずつちょっとずつ、もうじわじわとっていう感じでね、もうほんとマイペースに落としていけたらなっていう感じです。はい、で、まあ、今回の結果は以上です。はい、ではまたですね、こうゆるくダイエットやってる動画の方もちまちま涼しくなってきたらね、もうちょっと増やしていこうかななんて思いますので、よかったらご覧ください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。